UFO。 大学に通っていた頃なんだけど、単位のことなんか気にせずに遊びまくっていた時期があったんだ。場所も田舎のもんだから、夜になると特に遊ぶ場所もなく、友達4人、俺と A と B と C で1台の車に乗ってドライブをしていた。ちょうどこの時期見たく暖かい夜で、ジャッキーごっことか言って車の屋根にしがみついて何キロまで耐えることができるかみたいな遊びをしていた。ちなみに落ちてしまったら命の保証はない。素人にはおすすめできないので真似しないように。40キロくらいのスピードで C が、無理無理止まって、あ、落ちる落ちる。なんだ、もうギブか、情けねえな。ははは。だから止まれって、早く落ち。あれ、どうした？振り返ると、C は落ちていた。幸い、スピードはかなり落としていたんで、怪我はないみたいだった。G-SHOCKの時計が壊れたくらいか。急いで駆け寄ったよ。お前、なんで手離したんだよ。死にてえのか？あれ？何あれ？ C が指を指した方角は月だった。は？月だろ？ちげえって、よく見てみろよ。よく見ると、紫に光った物体が、カクカク、夜空を飛んでいた。形は、人間みたいな形。これが UFO かって、意味がわからなくなるくらい、不思議な光景だった。唖然として、その光る物体を目で追った。それに俺たちの位置は、山道の展望台みたいなところだったし、よく見えたんだ。なんていうか、人ってさ、ありえないものや理解できないものを見ると恐怖心が湧くのかな。4人ともガクガク震えていた気がするよ。その光る物体は瞬間移動しながら、カクカクと俺たちが立っている山の頂上の方へと移動した。真相を確かめようぜ、と A が強がりやがった。恐怖心もあったけど、好奇心が勝って一度震えながらも OK サインが出た。光る物体の場所を頼りに、緊張しながらも頂上の方へと車を走らせた。案外、山の上で光ってるものってさ、工事のランプだったりしてな。その瞬間は鮮明に覚えている。ガキン、ゴリゴリゴリ、ぐちゃ、ガガガガガ。同時に、すごい耳鳴りがした。運転していた B は、急ブレーキをかけて泣きそうな顔で。なんか踏んだ、なんか引いたって、もう全員パニック。車から降りて、汗だらだらになりながら、何を引いたかを確認したよ。車の下、周り、すべてを車の中にあった懐中電灯で調べた。でも何もない。何も引いてはいない。じゃあさっきのは何だ？あの時明らかに何かを引いて潰れた音がした。車が乗り上げるくらい。なんだよ。耳鳴りが止まらない。なんだ、この重たい耳鳴りは。4人とも怯えまくっていた。俺は、帰ろうぜ、と、皆に声をかけたとき気がついた。光る物体の位置が明らかに移動していること。確実に俺たちに近づいてきていること。少しずつ、直線に山を下ってきているということだ。ありえない。
山道を通らずに直線で。それになんでこっち来るんだよ。おい、逃げるぞ。俺が運転するから早く乗れ。俺は急いで車に乗って、みんなも乗せて、猛スピードで山を下った。80キロは出ていただろうか。多分生涯で一番ジャッキーに近いドライビングアクションをしたんじゃないかな。途中はみんな無言だった。山を降りて、ふもとのコンビニで山を眺めた。あの光る物体は、俺たちが何かを引いた場所あたりで光っていたけど、しばらくしたら光が弱くなって消えた。わけわかんない夜だったよ。翌日4人で他の友達にも昨夜のことを話したけど、誰も信じてはくれない。むしろ、お前たちおかしいんじゃないかって言われたよ。あれは UFO だったんだろうか、一体何を引いてしまったのか、疑問だけが後を引いた。あの夜のことは誰も信じてはくれない。四人だけの心の中にしまっておこう、そう決めたよ。あるはずのない録音。ある日 A 君は友達の B 君から一本のカセットテープを渡されて頼まれました。聞きたいラジオ番組があるんだけど、都合が悪くて聞けないんだ。悪いけどその番組録音しておいてくれないかな。 A 君は心よく引き受けました。その夜、 A 君はB 君から渡されたカセットテープをデッキにセットして、ラジオ番組が始まるのを待っていました。しかし番組が始まるまでにはまだ少し時間があります。 A 君はふとテープの中身が気になりました。 B のやつどんな音楽聴いてるのかな。 A 君は何気なくカセットテープの再生ボタンを押しました。するとデッキから奇妙な歌が流れ始めました。 A 君は変な歌だなと思いながらも、ラジオ番組が始まるんでテープを巻き戻し、番組を録音し始めました。後日 A 君は預かっていたテープを B 君に返しました。その時 A 君は B 君に聞いてみました。お前、変わった歌聞いてるんだな。そのテープに入っていた歌聞いたよ、と。すると B 君は驚いた顔で、え？このテープ、買ったばっかの新品だったはずなんだけど、と。その問題の歌とは、踊ろう、踊ろう、朝まで踊ろう。手が取れるまで、足が取れるまで踊ろう。踊ろう。首が取れるまで。アルバムの顔。夢を見た。家族でどこかに旅行に行ってる夢。旅行先をブラブラ見て回った後、ホテルに行った。ホテルに着いた時間は夕方くらいだったと思う。空はどんよりと曇っていた。なぜか俺だけ一人の部屋に泊まるようになっていて、その部屋に入った。するとそこには見慣れた光景が。ホテルの部屋が自宅の俺の部屋と全く同じだった。机もベッドも全く同じ位置にあり、俺はいつも昼間でも部屋のカーテンを閉めているんだけど、
そこも同じだった。そこからいきなり場面が飛んで、俺はベッドの脇で座って、壁に寄りかかりながら漫画を読んでいた。読んでいた本の内容は覚えてはいないけど、なぜかベッドの方が気になって目をやると、ベッドが半分起き上がっている。俺のベッドって真ん中から起き上げることができるんだ。で、ソファーみたいにすることができるんだよ。あれ?と思って見ていると、起き上がったベッドの下から何かがゆっくりと出てきた。それは、小学生くらいの身長をした人間だった。髪は長くて腰ぐらいまであった。顔は髪で隠れていて見えなかったけど、女の子だと分かった。上半身は何も身につけておらず、女の子なのに腹筋が割れていた。茶色い半ズボンを履いていて、裸足だった。その子、ベッドの下から出てくると、俺の前に立って、ゆっくり顔をこちらに向けようとしていた。その時、すごい恐怖感を覚えて、女のような悲鳴を上げたのまでは覚えている。そこで意識が、夢の中から現実に戻った。俺は目をつぶったままの状態で意識が戻ったんで、目を開けるのが怖かった。しかし我慢できずに目を開けると、そこには何もなかった。なんだ、何もないじゃないか、と拍子抜けした。恐怖感もすでになく、時刻も明け方だったので、そのまま起きることにした。結局その日は何もないまま過ぎていった。夜になって眠くなってきたんで、ベッドに入ろうとすると、昨日の夢を思い出した。急にベッドのことが気になり始めた。ベッドに入っても気になり続けていたんで、思い切ってベッドの下を見ることにした。ベッドの下を見ると、そこには小学校の卒業アルバムがあった。ちょっと安心してアルバムを見ていると、そこにあった。夢に出てきた女の子の顔が。名前の部分はなぜか黒い油性ペンか何かで塗りつぶされていた。急に怖くなって、アルバムをすぐ閉じて、そのまますぐ寝てしまった。次の日近所で、ゴミを燃やしているおじさんのところに行って、ゴミと一緒に燃やしてしまった。あの女の子の名前は、結局わからなかった。なんで、名前が塗りつぶされているのかもわからない。友達に聞いて、確認をする気にもなれなかった。彼女が誰なのかは結局わからなかった。ただ、アルバムの彼女の表情だけはしっかりと頭の中に刻み込まれていた。彼女はみんなが笑っている中で一人だけ無表情でこちらを睨み続けていた。たった一人。皆の中で無表情だった顔がずっと俺の頭の中に残り続けている。助けて。かなり前の話になる。サーフィンを始めたばかりの俺は、誘いがあればどこにでも出かけていった。9月のある週末、友人が茨城の方に行くというので便乗することにした。土曜の夜、都内を出発し、少し仮眠をし、明け方海に入るという強行だったけど、ちょっとしたキャンプ気分で楽しかった。
海水浴場から離れた場所に車を止めて、砂浜でビールを飲みながら弁当を食った。友人は寝つきが良くて、0時過ぎにはいびきをかいていたと思う。俺は興奮して寝つけなくて、寝袋にくるまって星空を眺めていたかな。付近を走る車の音も消えて、砂浜に寄せる波の音だけがしていた。その単調な響きに涙かを思い浮かべたりすると、ますます目が冴えてくる感じになった。一時間近くも耳を澄ませていただろうか。遠くの方から声が聞こえてくるような気がした。空耳かと思いつつも、目を閉じ意識を集中すると、彼方から。助けてと、抑揚も緊張感もない女の声がする。しばらくすると、波の音に紛れて再び。助けて。まるで、演劇部の学生が、発声練習でもしてるみたいな感じだ。もしやと思い、傍らの友人に声をかけたのだが、眠りが深いせいか答えはない。俺はごそごそと寝袋から這い出て、声のする方へ歩き出した。小型のマグライトで辺りを照らしながら、立ち止まっては耳を傾ける。あれ？声がした。と思った時には、常に背後から聞こえてきた。怖いとは感じなかった。視界の中には友人の寝姿が映っていたし、波打ち際を慎重に歩いているつもりだった。押し寄せる波の音がひときわ強くなったと思った瞬間、俺は膝まで海に浸かっていた。その時だ。耳元で、はっきりと声がした。助けてよ。俺は首根っこを冷たい手で掴まれたように感じ、振り返ろうとして体勢を崩し、引き潮に足を取られていた。誰かが背中から覆いかぶさっているみたいだった。それを振り払おうとするうちに、あっという間に波に飲まれた。声を上げようとして海水をしこたま飲み、パニック状態のまま海の中へ。死に物狂いだった。はっきりしているのは、何かが俺にしがみついていること。おいおい、何やってんだ。誰かがトレーナーの襟首をつかみ、俺を引き寄せた。背の届かない深さで溺れていたと感じていたけど、立ち上がると、くるぶしの下くらいか。相手は地元の人で、彼女とドライブしていたとのこと。俺が酔っ払って暴れているかと思ったそうだ。けど彼女は焦って、助けないと危ないよと言ってくれたそうだ。しばらくして落ち着いて、俺はその地元の若者にお礼を言った。その彼女にもお礼がしたいと言うと、相手は遠慮して車の方に戻っていった。俺はせめて頭だけでも下げようと思って、ちょっと離れて後を追った。相手は車に乗り込んで、ハンドルを切った瞬間に、なぜだろうか。助手席には誰も乗っていなかったんだ。テントの周りを。高校の先生から聞いた話。
その先生は大学生の時、ワンダーフォーゲル部に入っていて、結構本格的な登山をしていたそうです。長期の休みになると必ず、気の合う仲間と各地の山に行っていました。その年の夏も、先生、A さん、B さん、C さんと、どこかの山に登山に行きました。山で一泊して次の日、下山するという予定だったので、日も落ちてきた頃にテントを張ることになりました。寝袋に入って明かりを消し、雑談をしていると C さんが、なんか音がしないかと言うのだそうです。話を止めて耳を澄ませてみると、ザ、ザ、ザ、と、人が歩くような音が聞こえてきます。登山の人でも登ってきたんじゃないか？俺たちの話し声が聞こえたのかもしれないな、と B さんが言いましたが、あたりは真っ暗で、明かりすらも見えません。いくら登山に慣れている人だって、こんな真っ暗な中を、明かりもなしに歩けるわけないだろ。と、そんな話をしていると、その足音は、先生たちのテントの周りを、ぐるぐる、回り始めました。みんな寝袋から出て、外の様子を伺いました。5分経っても、その足音は、テントの周りを、ぐるぐると回っています。度胸のある A さんが怒って、おい、誰だよそこにいるのは、と叫ぶと、一瞬足音は止みましたが、またすぐにぐるぐると回り始めるんです。しかもそれまではテントよりも少し離れたところを回っていたのに、今ではテントのすぐそばを回っているようです。ザ、ザ、ザ、という、足音と一緒に、テントの布が揺れ始めました。みんなが、ちょっとやばいかも、と思い始めた時に、A が足音が通ったところをパンチしました。ドスッと音がして、足音が止みました。誰かを殴った感触があった。多分、足のあたりだと思う、と。A が言いました。もしかしたら、誰かが俺たちを怖がらせようとして、いたずらしていたのかもしれない。そう B さんが言い終わるか終わらないときに、それは起こりました。A がパンチをしたあたりからテントを突き抜けて、誰かがテントの中に入ってきたんです。しかもそれは、下半身から上は見えなかったそうです。先生も仲間たちも言葉にならない叫び声を上げました。先生が震える手で必死に明かりをつけると、その下半身はふっと消えてなくなりました。その後はみんな一睡もできずに一塊になり夜を明かしたそうです。夜が明けてからテントの外に出てみると、テントの周りには足跡と、テントの布の部分には、たくさんの手形がついていたそうです。ぬいぐるみ。友達の話。彼女が住んでるマンションの部屋には子供の幽霊が出ます。歴代の彼氏が見たり触ったりしてるんだけど、一番強烈だったのが今の彼氏です。今の彼氏が引っ越しをしてくるとき、子供の霊の気配を感じていたらしく、大きな熊のぬいぐるみを持参して引っ越してきました。ローチェストの上にある小物類をすべて片付けて、彼氏が。
これから仲良くしてな、と言いながら、ぬいぐるみを置いたそうです。そのせいか、その彼氏には、子供の霊は悪さをしなかったそうなんですけど。同棲開始から一年ほど経った冬、彼女たちが大喧嘩をしたことがありました。彼女は夜のバイトをしていたんで、喧嘩の後、そのままバイトへ行ってしまったんですけど、バイトを終えて帰宅をしたら、ぬいぐるみが玄関まで転がり落ちてきていたそうです。ぬいぐるみが置かれている部屋から玄関までは、部屋一つとダイニングを通らないとたどり着けない、縦長の間取りのマンションでした。それまでにも彼氏と一緒に食事へ出かけて、帰ってきたら玄関までぬいぐるみが転がっていたことがあったらしいので、友達は、また遊んでいたのかな、程度に思って、ぬいぐるみを拾って、タンスの上に置いたそうです。喧嘩をしたと、電話で連絡をもらっていた私は、毎度のことだ、と仲裁のために、彼女と一緒に部屋に行っていましたので、ぬいぐるみが落ちているのは見ています。ねえ、彼氏いないじゃん、と私が言うと友達が。拗ねて出てったんじゃない?と能天気に答えたんですけど、台所のテーブルの上にレポート用紙が置いてあることに気がついて、何か置いてあるよ、と教えました。友達が見てみると、彼氏が残した書き置きだったんですけど、文章の空いたスペースに、子供の手の手形が真っ赤についていました。血のついた手を壁に擦りつけた感じといえばわかるでしょうか。なんか普通じゃないよこれと言うと、真っ青になった友達が、もしかして事故とか事件とかと書き置きを握りしめて、とりあえず近所探してみるから一緒に来て、と言ってきました。マンションを出て、最寄りのファミレスの前を通り過ぎようとして中を覗くと、彼氏がスパゲティを食べながら少年ジャンプを読んでヘラヘラと笑っています。少々殺意を覚えましたが、別に腕に血もついていなさそうなので、ファミレスに入っていって、彼氏の名前を呼んでみました。友達も店に入ってきて、ごめんな、ごめんな、と泣きながら謝っていたんだけど、彼氏の方も、いや、俺こそごめん、と、勝手にやってろ、な、ラブラブ状態に。なんだよ、と思った私は、店員さんに飲み物を頼んで、ドカッと、ソファーに座り込んで、手、大丈夫なの?と聞いてみました。は?とポカンという表情の彼氏。見せてやれば?と私が友達に言うと、友達が握りしめていたレポート用紙を出して彼氏に見せました。用紙を見た瞬間、顔がこわばる彼氏。何この手形。俺つけてないぞ。手紙って数行書いただけなんだよ。と言ったきり、黙り込み状態。ファミレスの店員さんまでが、レポート用紙を見て。え、何これ、怖っ、とビビっていました。この手さ、あの子と違う?と、私が言うと彼氏が。もしかしたら、出て行くなって言いたかったんかな、と、心配そうな顔で答えてきました。とにかく帰って、あの子を安心させてやろう、と提案し、彼女のマンションへ。玄関を開けたら、彼女がタンスの上に置いたはずのぬいぐるみが、玄関に転がってきていました。彼氏が拾って、タンスの置いてある部屋に行き、ぬいぐるみを置きながら、
心配かけてごめんな。もう出ていかないからな、と言って、謝っていました。始発電車の時間になったんで、私はぬいぐるみに、じゃあ帰るから、悪さしたらあかんよ、と声をかけて帰ってきたんですけど、夕方に友達が電話をしてきて、面白いことを教えてくれました。あの後、彼氏が仕事に行ったから、私寝てたんだけど、起きたら枕元に、ぬいぐるみが座ってたんだよ、と、彼女もしんみりしていました。子供も、もう喧嘩しないでねって言いたかったのかな。ちなみに子供と言っても、友達の水子でも何でもない。偶然マンションの部屋にいた幽霊のようです。今でも友達は、この部屋に彼氏と一緒に住んでいます。結婚する予定だけど、ここから出る気はない。そう話していました。ベタなコックリさん。私が通っていた小学校では、コックリさんが流行っていました。私も熱中していて、毎日放課後遅くまで残って、友達の A 子と B 子と、A 子が好きなのは誰ですか?などと、たわいもない質問をして遊んでいました。ですが担任の先生は、それをよく思っておらず、とうとう学校で、コックリさんをやることを禁止されてしまいました。が、私たちは隠れて、こっそりと続けていたんです。ところがある日、それを先生に見つかってしまって、先生は怒り、髪をビリビリに破いて捨ててしまいました。私たちは、コックリさんを中断されたことで、なんとなく怖くなり、A 子の家に集まって、再び始めました。はじめに、途中で続けられなくなってごめんなさい。怒ってますか?と質問をすると、十円玉はゆっくりと、ゆ、る、さ、な、い、と移動しました。私たち三人は顔を見合わせました。三人とも、青ざめていました。腕がブルブルと震えて、三人でもう一度、本当にごめんなさい。二度とあんなことはしません。などと口々に言って、許してくれますか?と聞きました。しかし答えはやはり、許さないでした。A子は涙声になって、ねえ、嘘でしょ?あんたたち、私を、怖がらせようとしてるんでしょ?と言っていましたけど、もちろん私と B 子は、示し合わせたりはしていません。私と B 子も、涙ぐみながら、ごめんなさい、ごめんなさい。どうすれば、許してくれますか?と聞きました。もう三人とも、腕にはほとんど、力は入っていませんでした。それでも腕が引っ張られるように動くんです。すると、お、ま、え、た、ち、は、ゆ、る、す、と移動しました。次の瞬間、十円玉は突然髪の上から飛び出すように動きました。その後は私たちが、ありがとうございました。お帰りください。などと言っても、十円玉は全く反応しませんでした。翌日学校に行ってみると、私たちを愕然とさせる出来事が待っていました。担任の先生が昨晩、急に亡くなったというのです。原因は、心臓発作ではないかと聞きましたが、詳しいことは、教えてはもらえませんでした。
先生はコックリさんに殺されてしまったんでしょうか。コックリさんは、私たちは許しても、先生のことは許さなかったんでしょうか。今でもわかりません。ですが、もしそうだとしたら、その原因を作ったのは、私たちということになります。マミちゃん、息子が幼稚園の年少組だった時のことです。今日はマミちゃんと泥団子作って遊んだよ。今日はマミちゃんと虫を探して遊んだよ。と、息子は毎日のようにマミちゃんという女の子の話ばかりしていました。私はよほど仲がいいんだろうと思っていたんです。ある時、幼稚園に行く機会があり、園の先生に、いつもマミちゃんと遊んでもらってるみたいなんですけど、何組の子なんでしょうか?と、何気なく聞いたところ、マミちゃんですか?と、しばらく考えて、そういう名前の子は、年少さんにはいませんね。マナちゃんならいますけど、との答えが返ってきたんです。所詮は3歳児。きっとマナちゃんとマミちゃんを間違えて言ってるんだろうな、とその時は思いました。その後も毎日のように、今日はね、マミちゃんは髪の毛をね、こっちは緑色のゴム、こっちはオレンジのゴムで縛っていたんだよ。マミちゃん、イチゴのスカート履いてるんだよ。相変わらず、マミちゃんのことばかり話していました。そして幼稚園の運動会の日、息子が行っている幼稚園は園庭が狭いので、運動会は近くの広い運動公園を借りて行われていました。その日私は初めて息子に、いつも遊んでるマミちゃんってどの子なの?ママにも教えて、と聞いてみました。すると、今日はね、マミちゃんいないんだよ。幼稚園にはいつもいるのに、なんでいないんだろう。と、寂しそうに言ったんです。ここで初めて、私は何かおかしいなと思い、先生に聞いて、マナちゃんという子を見つけ、いつも遊んでるのはあの子なんでしょ?と息子に聞いてみました。すると息子は言いました。あの子はマナちゃんだよ。僕が遊んでるのはマミちゃん。でも今日はいないんだよ。と。どういうことだろうか。たまたま今日の運動会は休みだったんだろうか。でも先生もマミちゃんという子はいないと言っていた。まさかという思いはあったんですけど、その時はあまり深くは追求せずに終わりました。それから何日かが過ぎ、いつの頃からか息子はマミちゃんのことを口にはしなくなりました。あれほど毎日遊んでいたのに、どうしたんだろうと疑問に思い、ある時息子に聞いてみました。ねえ、最近マミちゃんのお話はしないんだね。もう幼稚園でマミちゃんとは遊んでいないの?と。すると息子は言いました。マミちゃんって誰?あんなに毎日遊んでたじゃない。イチゴのスカート履いてる女の子。泥団子を作ったりしていたんでしょ?知らない。誰?私は怖くて、深く追求はできませんでした。ずっと遊んでいたはずのマミちゃんは、一体誰だったのか、何だったのか、未だにわかりません。3歳の息子の作り話?いや、それにしては、服装や髪型や、ゴムの色まで
細かく話していたし、もしかしてこの世のものではない女の子と毎日遊んでいたんでしょうか。幼稚園には毎日いて、運動会には来ることができなかったマミちゃん。息子の記憶から全く消えてしまったマミちゃん。今その息子も小学校2年生になります。よく出る学生寮。俺が住んでる学生寮なんだけど、昔戦争の時、爆撃を受けて、何人も死んでる土地柄にあるのよ。作り自体は何度も改装して新しいんだけど、霊現象の噂は結構ある。例えば寮母さんが階段の掃除をしていると、階段の一番上に幼稚園児くらいの子供が座ってるんだって。あら、どこの子？と話しかけると途端に消えてしまったり、各個人の部屋の扉、下が5センチくらい開いてるんだけど、夜中に廊下を血まみれの裸足でペタペタ歩く数人の足が見えたり、一番怖いのが妊婦の霊。そいつは一番頻繁に出てきて、夜中に共同便所から赤ちゃんの泣き声がするんだよ。当然、なんだなんだって見に行くよね。で、便所に行って、個室とかを見渡しても何もいない。空耳だったのかなと思って振り向くと、便所の入り口に全身ずぶ濡れの女が赤ちゃんを抱いて立ってるんだ。もう心臓飛び出るよ。その女はそのまま向こうを向いて歩いていくんだよ、壁の中を。そのことについて寮母さんに聞いてみたんだけど、戦時中爆撃を受けてどこの病院も妊婦を受け入れる余裕がなくて、その女の人は仕方なく便所で産むことになったんだって。それが不幸なことに死産してしまい、そのショックで一週間後、その部屋で一人で自ら命を絶ったらしいんだ。その話を聞いてからは、幽霊は怖いけど、幽霊にだってそうなるまでの過程があるというか、なんというか複雑な気分になったよ。結界。うちのじいちゃんは土地持ちで、畑や田んぼや山を持っています。じいちゃんは関東 T 県の T 市というところに住んでいて、その T 市はものすごいど田舎で、じいちゃん家の周りは180度田んぼでした。私の父さんが長男だったんで、私たち一家はじいちゃん家に行くことが多く、私なんかはじいちゃんの山を小さい頃からよく登っていました。じいちゃんの山は買った山が一つと、じいちゃんの二代前から持っている山の二つで、私がよく登ったのはじいちゃんが買った方の小さめな山でした。ここまでが前置きで、話は私が小学校の中学年か、高学年の時のことです。長年、同じ山ばかり遊んでいた私は、別の遊び場を欲しがっていました。一緒に山に遊びに行っていた一つ上の姉も、同じことを考えていたらしく、私たち二人は、じいちゃんのもう一つの山に遊びに行きたいと思っていました。前に麓から見たことがあり、買った方の山の2倍くらいの大きさで、木々も鬱蒼としており、探検にはもってこいだということで、
じいちゃんや父さんからは、危ないから行くな、と言われていたのも聞かず、ある日姉ちゃんと一緒に山まで向かって、探検を始めました。その山は、昼間なのに、木々の陰で薄暗く感じ、気味悪いながらも冒険心をくすぐり、奥へ奥へと足を運ばせます。迷わない目印に、姉ちゃんがチョークで木に一本線を描いていたのを覚えています。山を四分の一ほど登った頃でした。姉ちゃんが前方を指さして、家を発見。息切れた声で警戒に言いました。怖い話なんかが兄弟で好きだったんで、ボロボロの空き倉庫やフルトンネルなどに肝試しによく行く私たちは、格好の肝試しスポットを見つけた喜びで舞い上がってしまいました。入ってみようよ。鍵かかってないといいね。私たちはそんなことを話しながら、早足にその家に向かいました。その途中、私は木と木の間に縄みたいなものがかかっていて、何本かとつながっているのを見つけましたが、気にはせず姉ちゃんの後ろを小走りでついていきました。その家の周り四五メートルには木はなくて、その代わりに背の高い草が生えていました。草をかき分けて家を目の前にすると、遠くで見た時と比べて異様に威圧感というか重圧感というか、そんな感じの雰囲気がありました。姉ちゃんは感じないのか、ずんずんと進んでいって、ドアとおぼしきところでガタガタし始めました。ダメだ、鍵閉まってる。姉ちゃんはそう言って、ため息を漏らしました。私はその時、内心良かったと思い、安堵のため息。窓とかないかな。姉ちゃんはそう言うと、またずんずん、別の方へと回り込んでいきます。私は一人になるのが嫌で、姉ちゃんを追いかけようとした時でした。背の高い草の隙間に黒い人の頭みたいなものがゆっくりと移動してきているのが目に入りました。私は立ち尽くしてその移動する頭を凝視していました。そうしている間に姉ちゃんが回り込んでいった私がいる側とは反対の家の影の方へとゆっくりと移動していきます。私は姉ちゃんに危険が迫っているのを全身で感じ、勇気を振り絞って、その移動するものとは逆回りに姉ちゃんがいる方へと回ろうとしました。すると、いやー、やっぱそううまくは鍵開いてなかったよ。私は何も言わず、姉ちゃんの腕を掴んで走り出しました。振り向かないで走って、縄のかかった木をくぐり抜けて、まだ走りました。その時、戸惑いながら、後ろを振り向いた姉ちゃんが悲鳴を上げる。姉ちゃんの悲鳴に私も思わず後ろを振り向いてしまいました。さっきの移動するものが、まだゆっくりと家の周りを回るように草の中を移動している。草の薄いところをそのものが通ったとき、私も悲鳴を上げました。異常なほどに髪の毛が長く多く、髪の裾から子供の足みたいなものが出ている化け物じみた。以前にアダムスファミリーで見た髪の毛のお化けみたいなものが見えたんです。私たちは
八狂戦ばかりの気持ちで逃げました。チョークの目印をたどって息を切らせ、ふもとまで降りました。下りとはいえ、あの距離を全速力で走ってこれるなんて、火事場の馬鹿力とはこのことだと思います。その後、家に逃げ帰って、父さんに泣いて事情を説明すると、父さんが真剣な顔で話し始めました。お父さんもな、その家の近くまで行ったことがあるんだ。なんでか木に縄がかけてあって、家の周りを円状に囲んでいて、怖くてな、お父さんはそれ以上家には近づけなかった、と。私は話を聞いて、ますます震えました。あの縄は結界で、あの髪の毛お化けは、あの結界から抜け出したくて、家の中をぐるぐると回っていたのかもしれません。じいちゃんが亡くなった後、その山は手放してしまいましたが、まだじいちゃん家から20分くらいで歩いて行ける距離にあります。七つの目。同じ学校に霊感を持っている友達がいたんです。一ヶ月ほど前、二人で怖い話をネット上で探して読んでいました。友達が、これが本物で、こっちは嘘、とか教えてくれて楽しんでいたんです。けど、ある話を読んでいるとき、これやばい。って言い出して、唐突だったし、真顔だったしで、逆に俺、興味津々になって読んじゃいました。怖いけど、特にやばいような話ではなかったです。その後具合が悪くなって、真っ青な顔で帰っていく友達が少し心配だったけど、春休みだから顔を合わす機会もないまま、2週間くらい過ぎたんです。携帯に他の友達からメールが来ました。あいつ死んじゃったって。怖い話とかは大好きだったけど、呪いの類は全く信じてはいませんでした。でもこんなことが起きてしまった後では、呪いってあるんじゃないかと思っています。そうなってくると次は自分の番じゃないのかって怯えている毎日です。で、三日前からなんですけど、あの死んだ友達が毎日夢に出てくるんです。パソコンの前に友達が座っているんですけど、ずっとモニター見てるから、俺からは後ろ姿しか見えないんです。で、七つの目に気をつけろってずーっと言い続けているんですよ。もうわけわかんなくて、俺大丈夫なのかな？友達みたいに死んだりしないよな。マジで怖いんですよ。知らない女の謎の行動。私が小学校4年生の時、学校から家に帰ると、玄関の内側から妹の泣き声と母さんのうめき声がかすかに聞こえてきました。何があったの？とパニックに陥った瞬間、2階の窓がガラリと開いて、知らない女の人が顔を出し、泥棒だよ。逃げな。妹は死んだよ。小さく一言、すっと奥へ消える女。妹はまだ幼稚園児。私は庭に転がっていたほうきを持って半泣きで家の中に転がり込んだんです。すると
足の膝のところをすっぱりと切って血を流している妹と、あまりのことに発作を起こして倒れている母さんが、まるまるちゃん、隣の家のおじちゃん、玄関の方に這うようにして倒れているお母さん、這ってでも外に出ようとしたんでしょう。慌てて隣の家のおじちゃんを呼んできて止血、おじちゃんのワゴンで近くの病院へ。救急車なんて待ってられないとおじちゃんが絶叫。しかしなぜか病院で救急で駆け込んだのに、名前を書いてお待ちくださいと言われて、挙句に足を切っている子供に熱を測ってくださいと。アホかあんた、骨が見えてるんだぞ。病院中に響くような声でまた大絶叫するおじちゃん。なんだかんだですぐ緊急オペ。妹はその日の夜には、お姉ちゃんと笑えるくらいに元気になっていました。家の中で遊んでいて、ガラス製の水槽を踏み抜いてしまったとのこと。命からがら家に帰ってきた私は、すっかりと忘れていたことを思い出しました。あの時物騒にも人の妹を、死んだ、などとのだまったあの女は一体誰だったんだと。もちろんその家にはその日妹と母さん以外誰もおらず、結局女のことは誰にも言わないままもう10年が経とうとしています。もしかしたら私を家に入れたくない、妹の命を奪いたい何かだったのかと、そう考えるたびにあの時勇気を出して家に入ってよかったと思います。洞窟の中の絵。俺にうっすらとある小学生くらいの時の記憶。友達数人と崖の近くで遊んでいて、その崖には子供だったらギリギリ入れるぐらいの穴が開いていた。で、友達の一人がそこに入っていった。俺や他の友達はなんとなく怖かったんで入らないで待っていた。10分くらいかな。しばらくしてそいつが出てきたら、顔が真っ青になっていて汗びっしょりになっていたんだ。穴の中の空気が悪かったのかな、そう思って聞いてみたんだけど、そうじゃないと言ったの。じゃあなんでそんなに冷や汗かいて顔が真っ青なんだって言ったんだけど、何も答えなくなっちゃった。それで自分でもわからないんだけど、さっきまでは怖くて入ることができなかった穴になぜか興味が出てきて自分で入ってみることにしたんだ。他の友達は気分が悪くなったやつについていたから、俺一人。穴に入ってみると、暗くて寒くて、すごく嫌な予感がした。でも、途中で引き返すわけにもいかず、四つん這いで、ずりずり進んでいくと、ちょっと広い場所に出た。ギリギリ立てるくらいの広さ。で、なぜかそこだけちょっと明るいんだ。それまでは暗かったから眩しいくらい。目が明るさに慣れてくると奥は行き止まりになっていて、そこの壁になんとなく絵がかかっているのが見えた。なんか白っぽい絵だったんだけど、そこで本能的にこれ以上見てはいけないなんでかそう感じ、急いで引き返して外に出た。まだ苦しそうに倒れている奴を見て、ああ、こいつ、あの絵を詳しく見ちゃったんだな、
って思ったよ。しかも、俺の家の近くには崖なんかないし、一緒に遊んでいた友達というのも誰だったか思い出せない。絵を見てしまったやつも、その後どうなったという話は何も聞いていないような気がする。そもそも誰だかもわからない。俺にとってはなんでこんな記憶があるのかも全くわからなくて、なんか薄気味悪いんだよね。